三本柱がそういうメンバーだから良かったんですよ。小早川さんに散髪されたやつだ。そうです。ミスターパーフェクト槙原。さあ今回も斉藤正樹さんです。はい、お願いします。続いてのテーマ、はい、どちらにしましょうか。斉藤どう？たまにはこれちょっと選んで。何ですか。覚醒の80、平成の大エース。いらないです。10.8。開幕投手は？開幕投手いこう。開幕投手いきましょう。開幕投手。うん。もう斉藤といえば開幕投手。うん。いやでもほら、僕たちね、その、まあ、三本柱って言われてて、うん、まあでも、最初、桑田とかにしたよね、桑田とか。桑田が2年目にパッともう15勝したときに、その次の年は桑田だったかな。そうでしょ、そうでしょ。うん、そうでしょ。僕初めてやったのが、多分90年だと思うんですよ。89年に20勝して、うん、90年に多分、うん、初めてだと思うんですよ。そこから3年連続か。いやいやいや、開幕投手は1993年から5年連続で開幕投手です。ああ、なるほど。あ、91、92、槙原さんです。うん、はい。で、94年からは3年連続開幕戦完封勝利で、素晴らしい成績です。それなのよ。さあ、うん、それすごいよね。すごい。あのまたね、その当時、僕らは正直4月に合わせなくていいって言われてたんですよ。まあ、5月ぐらいに良くなりゃいいよぐらいの、まあ、ピークはやっぱ4月持っていくと途中でダメになるっていう。でも、だから7回ぐらい投げれるような感じでも、まあ、うまくいったら完投すればいいよっていうぐらいの時に、4月にピーク持ってって1年間持たさなきゃいけないっていうことが続いたから。まあ、持ちはしなかったんですけど、まあ、僕、やっぱ肩の出来とかがやっぱ早いんですよ。まあ、それが、まあ、はい、一つの利点でもあって、要するにキャンプオープン戦っていうのはもうちょっと投げると結構ガーッと絶好調になっていくんですね。でだからまあ開幕戦とかにもそう4月からもう結構バリバリ行くんですよね。で、まあ、槙原さんはちょっと肩が頭温まるのがすごく時間がかかる先輩だったので、もうキャンプの時とブルペン隣で投げてると球がかわいそうですよ。キューキューしかいかないから痛くて肩が痛いね。でもそれ我慢して投げるとだんだん投げれるようになってくるっていうような感じだった。でもだからそれがまあ三本柱がそういうメンバーだから良かったんですよ。僕が最初はガッと出ていって、でその後に、まあ、桑田とか槙原さんがどん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 夏場に向けて調子をバーッと上げていくから、まあやっぱジャイアンツは、まあ、僕たち89年90年っていうのはね、めちゃくちゃすごかった。みんな頑張りました。でもこれ開幕投手ってもう斉藤の場合は早めに言われるわけじゃない。あ、いやでもどうでしたかね。まあ、僕がその91年92年言われた時は1週間ぐらい前だったんですけど、でも斉藤は多分その2回目3回目の完封の年は結構早めに言われてると思う。あのね、1回、もう何年か忘れましたけど、あと堀内さんの頃だからに、キャンプへの荷物出しが1月にあるんですね。うんうん、2月からキャンプだから1月20何日ぐらいにあるんですけど、その時に堀内さんがたまたますれ違った時に、お開幕行くぞって言われたんですよ。やっぱ冗談っぽくですよ。もちろん冗談っぽくですよ。だから俺も、へへって笑ってごまかしたぐらいなんですけど、まあ一応そんなことはありました。でも実際ちゃんと行くよって言われるのは、まあやっぱり一週間ぐらい前ですよね。か、まああとは、そのオープン戦のローテーションを見たら、大体わかるんですよ。まあその一週間前に投げるじゃないですか、大体ね。だからその前の土曜日あたりくらいかこう投げてるか、金曜日に投げてるピッチャーが大体そうです。だからもう火曜日ぐらいに投げてるピッチャーっていうのは基本的にはもう開幕投手ではあまりないです、ね、裏ローテになってる。でも斉藤はその後ピッチングコーチ務めるわけじゃない。はいはい。自分の経験を踏まえて開幕投手を告げるのはどういうふうにしたの？はい、僕は監督に言ってもらいました。はいはい、僕からじゃなくて、うん、でまあもちろんその候補として何人かいて、でまあでも、基本的にはもうこいつって大体決めてますよ。そうしないとだってローテーションが。言うんでしょ？オープン戦のローテーションくれる。この3人から監督選んでください。まあそういう感じで、そういう感じで。あ、そうなの？そうです。斉藤正樹が選んで、
この人に言ってくださいじゃないんだ。監督が選んだの、この3人。もちろんそうですよ。最終的には監督です。あ、そうなの？そうです。それで、その人に、で、監督に、まあ、監督も、じゃあこいつで行こうかってなるわけですよね。うん、そしたら、監督に、その選手を呼んで、ちゃんと言ってもらうようにはしてました。うん。だから、告げることとか、そういう時期だとかも、自分の経験もあるから、早めに行った方がいい選手なのか、もうギリギリに行った方がいいのかとか。まあでも大体は、その年の、やっぱり頑張ってもらわなきゃいけないっていうピッチャーですので、まあ、そんなギリギリじゃなくて、ある程度やっぱり早めには言ってたつもりですね。上原が多かったのかな、結局。そうですね。もう僕がやってる時は、もう上原とか、ですよね。で、まあ、菅野が来てからは、でも菅野がでももう来たの13年ぐらいですもん。13年からもう随分後です。うん。まあ、大体もう上原ですね、でもこれ今開幕投手を選んだってことは3試合連続完封はすごいだろっていう話はしたかった。そうよ。このすごさもうちょっと語ってください。いやいやいや、でも無理だよね、あれね。本当、厳しいと思う。やっぱりその開幕投手やるにあたってやっぱりそうやって早く言われたり、まあ、その要するにキャンプオープン戦っていうのがあるじゃないですか。で、そこをやっぱり無事に通過しないとやっぱり開幕投手はできないわけですよ。ああ、そうか。だからそこに開幕投手って言われてるのはもちろん光栄なんだけど、そこに投げれる状態にちゃんといなきゃいけないっていうのがすごくやっぱり大変なんですよ、これは。他のピッチャーもいるからね。そうです。やっぱりちょっと示しがつかない部分っていうのが、はい、いくら斎藤でもっていうふうに思われたら嫌だなっていうのがあると思う。だから、それだから、やっぱり投げ、実際その時になって、まあ結果はどうあれね、投げれたということを見せるのが、やっぱりすごく大変だな、というのを思ってて。で、なおかつやっぱり3年連続も頑張ったな、っていうことを言いたいわけですよね。これでも4年目が、小早川さんに散髪されたやつだ。そうです。ね。だからそのイメージがあって、みんな、まあ、また斎藤が完封するなと思ったけど、ヤクルト戦だったから。何があるのかなと思ったら、小早川さんが先発してきて、ノムさんだよね、あの時ね。そうです。で、3打席連続ホームランって小早川さん打ったのよ。だから、もう、シーズンの1試合目で3発打ったの。年間で390本打つのかと思ったの。すごい。130試合だったぐらいかな、その時に。そうですね。そうだね。すごいよね、と思ったけど、あれもやっぱ心は折れましたか、4戦も。あれは途中まで良かったんだよね。いやいや、でももう。怪しかったの、やっぱり自分が。2回か3回ぐらいだったんですかね。打たれたね。やっぱり、完封だから、もう点数取られたら、まあダメなわけですよね。うん、で、まあでも、まあそんな正直な話、97年は、まあちょっと、肩もちょっとなんか、初めて。ああ、自分の中でね。自分で、オープン戦、キャンプオープン戦から、ああ、なんか今年調子悪いなっていう年だったんですね。だけど、当然3年連続開幕完封してるピッチャーを、それは監督はもう当然、まあ、自動的に選ぶような感じじゃないですか。うんうんうん、で、もうよっぽど怪我とかで投げれないときは、しょうがない以外は投げさす感じじゃないですか。うん、だからまあ当然僕今年も、まあ、投げるだろうなと思って、まあ、一生懸命そこに合わせてたんですけど、まあ、いつも例年のごとく絶好調まではいかなかったですね。うん、まあでもまあある程度投げれるようにはなってましたけど、でもやっぱりこう投げてみたら、まあ案の定、そうやって打たれちゃったというところですね。うん、あれ、俺、紐解くとさ、96年ぐらいの時に、うん、秋のもう練習が終わって、うん、まあ、ジャイアンツ球場で、投手陣が、まあ、10月とか11月って軽く練習してた時期があって、で、ピッチャーの、ホームベースからバックスクリーンに誰が入れるかっつって投げてたの。あ、知ってる？覚えてない？なんとなく、はい、はい。で、投げて、やっぱりみんなフェンスって120メーター飛ばさなきゃいけないから、落ちるわけだよ。斎藤が来たんだよ。斎藤お前投げてみろって言ったら、お、いいですよって言って、斎藤は投げて、ビャーンって入れたのよ。うん、
それで、おーって言って、その後肩痛いって言ってた。いやいや、でもそれは、でも全然関係ないですよ。そのせいじゃない。あったよね、でもね。ありましたね。ありましたね。あの、何やって、お、すげえな、やっぱりみんな最初すげえな。ああ、じゃあそれから。そしたら、ちょっと経ってから、あの時には、実は肩痛かったんですよ。いや、痛めたって言ったのよ。いや、あのね、でも、それとは違うね。違うと思います。あの、96年の、その日本シリーズだったじゃないですか。うんあのオリックスやった時ね、あの時の初戦僕投げたんですけど、あの時がまあラストのこの絶好調、はい、あの時がむちゃくちゃ僕良かったです、うん、でもいい試合は負けたんですけど、良かった、あれがまあ最後のなんかこう肩板がなかった最後の絶好調だったですね、で97年はなぜかその自主トレでキャッチボールとかするじゃないですか、うん、その時に痛かったんですよ、あれやっと俺の気持ち分かった、ね、あ分かったえそ、ま、今までそんなことないからもう、うん、キャッチボールピュッてやったらもう僕すぐできちゃうぐらいな感じだったから、うん、その時にあれ肩が痛いなってまあやっぱりちゃんと手入れしなかったのがいけないんですよね、どの感じかっていうと、はい、扉をこうやってグーってたらギリ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 と落とする時あるじゃない、はいはい、ああいう感じなんですよ。でも、クレ551をピッピッってやると、シュッと行く。だから今まではシュッと行ってたのが、カタ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 っていうようなのが、肩に出るんですよ。それ僕もずっと持ってたんで、慢性だったんで、やっと斎藤はそういう感じになったんですよね。やっぱりそっからなんか、なかなかね、うまくいかなかったですね、もう97年から。でもその三本柱と呼ばれてる中で、うん、その開幕に選ばれるっていうのはどういう意味合いというかお気持ちになりますか？まあやっぱりね、この三人でいつもずっと競ってやってましたから、まあでも大体やっぱり槙原さんの最初の出来を考えると、うん、まあ槙原さんはちょっとかわいそうだなと思っちゃうんですよ、やっぱりね。4月ぐらいからやっぱり投げさすのは。うんうんだからそうなると、まあ、僕が桑田かっていう感じですよね。でも逆にですよ、開幕嬉しいんだけど、うん、相手もエースと当たるんですよ。で1週間後また当たるから、そうですね、厳しい時は厳しいんですよ。いるんです、開幕前球の開幕投手いるじゃないですか、こうハマって一人だけずーっと勝てないピッチャーって出てきちゃう、うん、毎年いるじゃない、うん、僕らの時代だけじゃなくて、はい、今もそうですね、だからね相手にも勝たなきゃいけないから、うん、もうやっぱり開幕に選ばれるの嬉しいんだけど、うん、逆に雨が降ったりしてちょっとずれたりするとラッキーと思う ありましたよね、あと、うん、開幕戦ってこう始球式で女優さんとかが来て、はい、ねよく来てたんですよ、はい、でみんなはそれにわーってみんなこう見に行ったりサインもらったりとかみんなウキウキしてるんですよ、で僕だけ投げなきゃいけないからずっと緊張してるわけですよ、はい、最初そういうの好きなんですよ、それでもアイドルとか好きなんですよ、そう本当はサインも欲しいし握手もしたいしっていう時だったのに、でもそんなことできないじゃないですか、だからもうなんかチーってでブルペンとか行ったらみんなそれまでキャッチボールとかやってるのをキャッ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 みんな見てるわけですよ、うん、僕だけなんか黒い感じでこうやって入っていって、で、なんか一人だけ、うーんって感じになってる。大体普通に、例えばアイドルとか来たら、投げ方わかんないですって言ったら、ブルペンに呼ばれて、で、教えるわけですよ。で、そういう話をして、教えてきたっていう話をしに来て、斎藤の前でこう、俺はピッチャー陣の中で話してるから、それを聞かないふりして、これ待ってるから。いいな、こいつらと思ってたんだよね、絶対ね。で、セレモニーとかもやっぱり見れないじゃないですか、はい、僕らは。うん、だからそういうのはちょっと寂しさがありましたね。そう、開幕投手の辛いところですね。そうですね。